こちらは横浜市内のとある交差点。暴走族の大集団を目の当たりにした。この世を暴走していたのは二輪車がおよそ300台、四輪車がおよそ200台。このためこの交差点は10分間にわたって通行不可能となった。この暴走族に対し神奈川県では市民からの110番通報が去年1年間で1万2000件を超え、さらに道路交通法違反で検挙された者も5200人以上を数えた。なかなか減らない暴走族、我々はその取り締まりに密着した。神奈川県警交通指導課暴走族対策室。ここでは連夜のように覆面パトカーなどで暴走族の取り締まりに当たっている。我々はその取り締まりに同行した。午後11時半、県警本部を出発、暴走族の集合地点を目指した。午前1時、1台、そしてまた1台と集まり始めた。この日はかなりの台数が集合地点に集まっていた。彼らなりに様々な意味がある。背中につけた花束は死んだ仲間の追悼やこの夏代替わりをする彼らのリーダーや仲間たちのためだという。8月27日午前2時、この日彼らは二輪車を中心におよそ150台が集結、高速道路に侵入した。高速道路上で通行車両を止めて暴走を開始する。料金所を突破する暴走族、県警ではこうした暴走族を威力業務妨害でいくつかの事件を捜査中。暴走族を現行犯で捕まえるのは難しい。そのため証拠の写真を撮るが群れの数は多い。あまりに台数が多いため先頭が見えない。追跡するパトカーの前を塞ぎ邪魔をするケツ持ちといわれるバイク。神奈川県の場合、こうしたケツ持ちが暴走集団とかなり離れて走り証拠撮影を妨害する。そのため警察は連携を取り先回りをし動かぬ証拠を捉える。撮影した写真がその後の暴走族逮捕に大きく役立つのである。神奈川県磯子警察署。こうして撮影された写真をもとに署内に設けられた暴走族取締本部では、今年4月磯子署管内を走ったバイク40台、乗用車10台の計50台の暴走族を摘発中。共同危険行為の容疑ですでにメンバー17人を逮捕した。彼らから押収した証拠品、特攻服と呼ばれるグループのユニフォーム、さまざまなデザインがあるようだ。リーダーの特攻服は代々洗濯をしなかったので汚れが目立つ。グループのステッカーは暴力団を通じて1枚およそ5000円で入手したもの。つまり彼らは暴力団の資金源にもなっているのだ。この夜、取締本部の捜査員は新たに18人目のメンバーを逮捕するため自宅に向かった。17歳の少年であるという。こんばんは。磯子警察です。お母さん、お父さんいる？今日裁判所の方ですね、捜索差し押さえ許可状というものをもらっておりまして、
君の、ね、道路交通法違反という容疑で、家の中を調べていいですよって、ね、はい、庭には暴走に使ったオートバイが堂々と置かれていた。証拠品として押収。家族は少年が暴走族の一員であることを知っていたのである。捜査員の突然の訪問に少年は素直に暴走行為の事実を認めた。逮捕状な17歳、はい、な横浜簡易裁判所から出てるな、はい、この逮捕状の記載のとおりだな。で、事実な、逮捕状の事実かな、はい、はい、読むぞ、はい、共同して著しく道路における交通の危険を生じ、車内で少年は涙を流していたという。あの、事実、間違いないか、はい、はい、じゃあ、現時点、9時52分通常態度かな、はい、少年は来年18歳で結婚するつもりだったという。結婚直前の過ち。このように神奈川県内では暴走族が逮捕されない日は一日もないという。このような暴走族を減らすにはどうしたらよいのか。取り締まりをもう少ししやすくする、法律の面の見直し、それが一つと、あともう一つは暴走族に加入しない少年指導ですね。その辺をもし、徹底仮にできたとすれば、取り締まりによってやがて激減してくると思います。とはいうもののなかなか減らない暴走族だが、福岡県に暴走族取り締まりの新兵器が現れた。マスコミでも大きく取り上げられたこの新兵器、果たしてその成果は。